シュタージはあらゆる人々のすべてを監視してる。ただ一つ、夢を覗いて。おやすみ。アルカニストが最も重視するのは、人間とは異なる特殊な経路から得られる知識。私たちはこれをグノーシスと呼ぶわ。では、グノーシスの特徴といえば何かしら。ミス・ソネット。はい、グノーシスの特徴は単体による検証ができないこと、そして理屈で説明できないことです。正解よ。これらはアルカナムがその他多くの学術団体に認められない原因の一つともなっているわ。学術研究団体は公開および単体での検証を求めているけれど、アルカナムの不確実性はその専門的な研究を方法性における不可知論にしてしまう。学院があなた方に訓練と科学的矯正機器を提供しているのは、みんなの不確実性を極力コントロールできるようにするためよ。人間界の平和と安定を保障するためにね。平和は我らと共にありますように。あとちょっとで勝てたのに、どうしてあんなに手を挙げるのが早いのよ。次の質問。ローマ帝国の衰退に伴ってアルカニストの数と研究文献も減少していった。その時の歴史的背景を簡単に述べられるものは？はい、先生、私わかります。ミス・ソネット。ローマ帝国が衰退した後、アルカニストは生まれつき理性を欠いていた面が助長され、誘惑にとらわれました。そのため、自然魔術を利益争奪と戦に使用し、主流宗教たちは不満を募らせていきました。当時のヨーロッパでは、アルカナムは一般的に悪魔との接触と呼ばれる異教儀式と認識されており、アルカニストに対する裁判が行われました。これに対しアルカニストも激しい反抗を展開しました。しかし、その思い思いな性格と放浪者が多かったため、戦いの最中は意思疎通がうまくいかず、いくつもの戦の末、最終的には宗教団体と政治団体を代表とする人類が勝利しました。は？違う、おじいちゃんが言ってた内容と違うわ。先生、その回答全然違います。私、本当の答えを知ってます。そう、では言ってごらん、ミス・マチルダ。私が知る限り、アルカニストは自ら戦争を起こしたわけではありません。当時、西ヨーロッパ各地の領主たちがアルカナムの研究文献を略奪するためにコンスタンティノープルに攻め入ったことがきっかけなんです。おじいちゃんが歌ってくれた子守歌に全ての真相が記録されていました。そもそも遥か昔、彼らはアルカニストとは呼ばれていなかったんです。彼らはかつてとても才能がある哲学者、占い師、医者でした。それがいつの間にか異教徒、異端者、魔女のレッテルを貼られ、社会の端に追いやられ、
細々とした生活を送るように。人々は彼らを忘れていきました。再び目にした時、彼らはすでに新たな名を持っていました。それがアルカニストです。とても劇的な観点ね。ではその子守歌の曲名は覚えているかしら。曲名は聞いたことなくて。ではどんなメロディーかしら。少し歌ってくれる？確か、ちょっと違うような。あれ、思い出せない。何も覚えてないくせに、いちいち調子に乗るなよ、チビ。昨日の夜まで歌えてたのよ。けど、座りなさい、ミス・マチルダ。ミス・ソネットの回答で間違いないわ。ミス・マチルダ、あなたは転校してきたばかりだし、授業についていくにはまだまだ時間が必要なようね。子守歌は民間文学の研究素材にする分には構わないけれど、真の歴史とは大きな差異があるのよ。それではみんな、答案用紙の最後のページをめくって。コンスタンティノープルがオスマン帝国に攻め落とされた後、我々のシャランコミューンのメンバーかつローマ帝国のアルカニストであり哲学者でもあるゲオルギオス・ジェミストスがフィレンツェへとやってきた。彼は古代テウルギアの古典文献を持って現れた。この書物はフィレンツェ人の文学者たちが年に一度集い、アルカナムをいかに人類の発展に運用するかを討論するカルディア会議の歴史の発端となった。ではこの書物のタイトルを知っている者。はい、先生。先生、私わかります。今度は本当です。ミス・ベルティ、あなたはどうかしら。ミス・ベルティ、ミス・ベルティ、また授業に来てないの？先生、私わかります。カルディア神殺ですよね。お前さんはまだ眠ってる。この粘ついたドロドロと流れる液体に満ちた黒い虫けらだらけの瞑想世界にまだいるんだ。記憶、よく頑張ったな。お前さんが誇る思考回路は正常に作動してるんだな。まるで生物学者が沼地で猫背の巨大魚を追って分析してるみてえだ。だがすまんな、失望させちまうぞ。これは夢でしかない。お前さんの意志に反する夢だ。押し付けは奴らの得意技だからな。ガウンを身にまとった者たちさ、白いポリエステルでできたガウンで、大半は膝の下までの長さだ。白ガウン1号から白ガウン7号までが来てる。数号だけ、いや4号や6号も混じってたかも。ちまどうでもいいだろう。大事なのはここにはお前さんの同窓がいるってことだ。いや、あの優しくて忠誠心の強い常にお前さんのそばにいる子じゃない。
もう一人の方さ、シンプルで冷たいラインに包まれた精密機械みたいな娘だ。大半の奴らがそうするように彼女の名前を忘れ、最も目立つ名字に目を向けようじゃないか。飲んだくれで例えればシェリーダルのウイスキー、タバコ好きからすればシダーウッドのケースに包まれたエッジアップマン、そしてアルカニストでいうメスメルだな。突飛でおかしなことをやったのさ。人を椅子に座らせ、鉄の棒を一振りして昏睡状態にさせたり、首に鉄の輪っかを巻かせて焼けるような痛みを与えたり、お前さんがよく知ってるトリックさ。なんせお前さんの周りにいる奴らはどれもトリック使いだろ。ガラスのペンで他人を守ろうとする少女なり、宙を舞うリンゴとかもそうだ。奴らは意識の炎をもみ消し、お前さんが己の一番奥に落ちるよう協力した。今まさにそうしてる。その技を駆使できるアルカニストは一本の手で数えられる。ご存知の通り、希少性は悲劇を生むものさ。そして彼女の悪夢は始まった。児童労働保護法がサンドイッチを包むくしゃくしゃな紙になったように、12歳の少女は案内され屋内に入った。足を踏み入れる前に彼女はすでにその鋭い感性で雑然とした磁場を掴んでいた。アルカニストの精神は人間より脆い。悪意に満ちた獣と化すのにさほどの刺激もいらない。メスメルたちは慈悲に満ちていてプロフェッショナル。精神の病を治療しに来た客を歓迎するのさ。気づいただろう、ラップペーパーが守っていたのはサンドイッチなんかじゃない、それを持ってる手の方だ。ブランドのわからないマスタードや潰れたパティ、縁に鉄錆のような色がついたレタスがパンの間からはみ出てる。混沌と汚れ、そして耳につく悲鳴。少女の手は汚されて、身にまとっていた白いポリエステルは濡れてしまった。ふん、沈黙に陥るにはいいタイミング。今機械についてる生々しい傷に気づいたな。それらは何度も現れ消毒された痕跡だ。幼少期のトラウマは深い印象を残すもんだ。それらは細々と骨の間に刻みつけられ、脊髄に沿って上に登る。そして全てのニューロンに悪臭のする鼻水をつけるのさ。それから成長するごとに苦痛は伸びてゆく。新しい骨が生えてもすぐに腐食してしまい、古い細胞が代謝されても無駄だ。これについてはお前さんも彼女もよくわかってるだろう。さあ、スーツケースをちゃんと持って、時間を見てみろ。早くここから立ち去れ。
過激な部署に飛ばされるのは勘弁だからね。別の道を通った方が良さそうね。ソネット、ちょっと来て。私が山積みにした本は無事？先生に押し倒されていないよね？ええ。あの先生はいい人だね。ポーション科の先生は最悪。私の本を全て泥に変えちゃったの。そうだ、今日私が何見つけたか知りたい？ほら手出して。見て、雨季の訪れの象徴、ヨーロッパアマガエルだよ。校門の外で捕まえたの。手を引っ込めるとき電気ネットに手をチクってされちゃったけどね。ずっとポケットの中で泣いているの。見て、外はまだ雨が降っているよ。あなた今罰せられてるのよ、ミス・ヴェルティ。どうしていつも授業をサボるのか理解できないわ。わかっているでしょうけど、私たちは学園外のことをあまり気にかけるべきではないわ。だからもう石ころやら小動物やらを私に押し付けないで。これらは何の意義もないわ。私たちはいずれ死に赴く運命なの。なぜ？最善先生との心得に書いてあるから。そうよ。あの手帳嫌い。屋根裏の臭い靴下みたいな匂いがするんだもの。ソネット、本当に外の世界に全く興味ないの？君だって郊外のパレードに参加したじゃない。石ころも小動物も屋根裏の臭い靴下も世界のほんの小さな一部でしかないの。以前この学校にいた女の子が。もうやめて。それらはとても危険なものよ。生徒の心得は私たちを守ってくれる。私たちを危険と後悔から遠ざけてくれるのよ。先生が言っていたわ。人生は絶え間ない失意の中で死へと向かうとね。だからこそ私たちは果たすべき使命に全精力を注ぐべきよ。絶え間ない失意の中で死へと向かう。時間よ旦那。あたいを忘れないで。あたいの右胸の鼓動を耳に刻んで。ダメか。また心的外傷となる光景が呼び起こされてしまったわ。ひとまず強度を上げて真相を落ち着かせないと。次の夢に切り替えるとしようか。彼女に人工無誘療法は少々合わないのでは、メスミル。ん？ああ、Z ね。ストレス障害を起こした患者はすべてリハビリセンターで治療を受ける必要があるの。彼女は2型トラウマと診断されたわ。私には彼女を治す責任がある。
彼女はタイムキーパーになった時ですら何の治療も受けていない。私にはわかるの。彼女自身の力を信じるべきよ。私は命令に従っているだけよ、レディ。それにベルティの治療を命じたのはあなたたち委員会じゃない。私にとやかく言う前に副会長を説得するべきでは。はあ、彼女ずっと食事をとっていないでしょ。ブドウ糖を投与しておきなさい。会議があるからこれで失礼するわ。私はこの長き時の中であなたが何かを学べることを望んだ。タイムキーパー、いや、やはりベルティの方がしっくりくるわね。私は変わったわ。あなたはまだ意義のないことにとらわれているの？てか、まあ座りな。遠慮すんなって。私はあらゆる人々の全てを監視し、thank you.
こんにちは。財団所属、タイムキーパーの第一助手ソネット。職員番号 SF38000008011021Y です。1525号室の面会許可をいただけませんか？身分証明書をご提示ください。右手であのクリスタルを握ってください。識別後、色が変わったら話して結構ですので。はい。太陽は円形ですか、それとも四角形ですか？円形です。消しゴム、キャベツ、カーバンクルのうち食べられるものは？キャベツです。雨は空から降ってくるもの、それともその逆？どちらも起こり得ます。合格です。資料をどうぞ。2枚目の面会注意事項に目を通しておいてください。左手の道を進み、2つ目の分かれ道を右に曲がった先のエレベーターで2階へ進んでください。降りてまっすぐに進めば病室が見えますので。ええ、ありがとうございます。他に注意点はありますか？次来るときは職員番号を言わなくて結構ですよ。それでは。ん？ここの看護師たちはいつも忙しそうね。面会申請も前より厳しくなっているわ。ストームと何か関係があるのかしら。この先二つ目の分かれ道を右に。あれ、左曲がりの道しかないわ。どこかで道を間違えたのかしら。今のは何かしら。どうやら気のせいだったようね。あら、ここから右に曲がれたのね。ああ、見つけたわ。のボタンを押してできるだけ時間を稼がないと。でもどうして私を追跡するのかしら。意識が混乱している患者さん、ヴェンデッタの密偵、それともあの人はきっとまたつけてくるわ。いけない、タイムキーパーの身に危険が及ぶようなことだけは絶対に捉えなくては。リハビリセンターは患者様が健康を取り戻すために最も有効な治療及びリハビリを提供します。本センターは計算科学研究センターも属しております。ご意見ご要望、また不審な人物を見かけた際は1階ロビーにてご相談ください。万が一ロビーから離れた場所にいる際は
消火栓の横にある黄色いボタンを押してください。その階にいる警備員が直ちに急行します。来た。近くに消火栓はないわね。けど大丈夫よ。助けが得られない場合、自分の身を守る行動をお取りください。その際、私たちは必要に応じて無償で患者様の意識を回復させるサービスをご提供いたします。そういうことならちょうどいいわ。この先が清掃カートがある曲がり角ね。さっき一番大きいゴミ袋を上に置いたのよね。私をつけているのですか。ね、お待ちなさい。逃がしませんよ。誰かは存じませんが、平和が我らと共にありますように。オーダーチップくれよ。レッドチップを1枚。誰？両方聞こえる。気持ちを打ち上げると心が落ち着き、あらばアイリスにテンポ。スペシャルマッサージの時間だ。んオッケー。空中ショーが見たいって、私のことを知らないのか。ほー、肌抜きよし。誰？何か聞こえる。気持ちを打ち上げると心が私のことを知らないのかい。ピアラバ入り込む。今はもう一回やるかい。私はこれを見たぞ。民衆の声を聞いてみた方がいいかもしれないね。これからお見せするショーは種も仕掛けもございません。それでは。秘密ってのはいつだってありきたりの言葉の中に隠れている。聞いてもらう。わお、セブンシエタセプト。ミス・マチルダ？あなただったのですか？ごめんなさい、てっきり不審者だとばかり。それで。ミス・マチルダ、大丈夫ですか？度胸ね。この最前線学校の風紀委員長に手を出した上に公共の場で大声でわめき散らすなんて。かつての同級生としてこのリハビリセンターで出しゃばって患者たちの迷惑になる行為はこの私が許さないわよ。私はあなたに忠告しに来ただけよ。
あら、ソネットさんじゃない。それから優秀卒業生のソネットさん。どこぞの急性躁病患者が逃げ出したのかと思って系統外磁気刺激法を使おうとしていたところなのよ。うう、頭が飛んでみねえ。ソネタって誰よ。っていうか私はこんなやつとは何の関係もないんだから。私は校内トップ3の優等生かつ風紀補助教員、そして流暢なフランス語が話せるマチルダ・ブアニッシュよ。私に会ったことがある人なら誰であれこの名を忘れるべきではないわ。忘れてないわ。ただトップ1の彼女の方が印象深いだけよ。な、邪魔よ。私の道を塞がないでよね。ミス・マチルダ、これを。行っちゃったわね。ゴミ袋の中の灰を頭にかぶったまま。私、彼女だって知らなくて、少し乱暴にしすぎたでしょうか。さて、本題に入りましょう。あなた、ベルティに会いに来たんでしょ？ついてきなさい。はい。ベルティに会いに行ったそうね。はい。彼女の様子は？相変わらずです。他の患者と同じように。今なお意識が回復していません。人工無誘治療はきっと彼女の回復に役立つでしょう。彼女がタイムキーパーになってすでに4年余り。たまには息継ぎも必要だわ。はい、その意見については異論ありません、副会長。今回来たのは別件についてです。教諭院から提出された増員と編成に関する議案か。よく考えたのだけど、やはり必要ないと思ってね。ここに来たのはそのボツになった議案のことで。ええ、恐れながらあなたの観点にどうしても納得がいかなかったもので。ベルティのスーツケースは我々本部と同じようにストームの影響を受けません。つまり彼女はすぐに財団が間接的に操ることができる部隊を作り上げることができるのです。なので彼女に独自の部隊と選ぶ権利を与えるべきです。可能な限り支援を与えることできっと財団をより強固な組織とする力が生まれるでしょう。それにこれは私たちとベルティの関係を保つためにも必要だと思います。あなたはベルティが今回連れてきた人たちをどう思っているのかしら。安定した人格、熟練したアルカナム、一定の社会経験を持ち合わせているアルカニストたちです。私からすればストームに全てを奪われた哀れな放流者よ。彼らは緊迫し慌てふためき、どうしてよいかもわからない。ただ己を守ってくれる大木を探し求めている。ベルティが目を覚まさない今、彼らが望むものを提供できるのは財団だけだわ。その見返りに彼らは何をもたらしてくれるのかしら。アルカニスト特有の不安定性、それとも血統を理由に人類至上主義という我々の信念に疑問を呈するのかしら。はぁ、
ちろん財団には新しい血が必要だわ。特にとても従順で秩序正しい血管の中を滞りなく流れる血液がね。そのためにもこれらの哀れな子たちに必要なのは独自の部隊と選ぶ権利ではないわ。彼らに必要なのは規律よ。学院内にいるあの白紙のような子供たちが体験するものよりもずっと厳しい規律をね。わかりました。つまりあなたは口を閉ざした人形を望んでおられるのですね。私は常に楽観的な期待を持っているのよ。あなたもわかっているでしょ、Z。むしろ彼らが無口の人形ではないと自ら証明できたとき、初めてこの廃案を考え直す余地が生まれるのよ。私は誰もつけてなんかいないわ。ただ普通に廊下を散歩していただけよ。それをあの性悪女急に飛びかかってくるなんて。さっき逃げた時うろたえすぎちゃったわ。ただ彼女に私が占った予言によると、彼女たちが連れてきたお友達の身に危険が迫っていると伝えたかっただけなのに。ヴェルティったらいつ目覚めるのかしら。あれでも彼女はそこそこすごいやつだったのよね。ましてや今はあのソネットの上司だし。怒るべきか悲しむべきかわからないわ。ソネット、彼女のことをとても心配しているんだろうな。私も何か手伝えればいいんだけど。それにしても会うの久しぶりだな。髪の毛少し長くなってたし、なんだかいい香りが。私ったら何言ってるのよ。おだまりおだまり、あの最優秀生徒にギャフンと言わせてやるんでしょ、マチルダ。頭誰？君、頭が取れそうだよ。だから拾ってあげようかと思ってね。何訳のわからないことを。あなたここの患者？看護師さんは？あ、俺は見たんだ、全てをね。みんなの体がバラバラになって、三角に立方体に。君の頭は綺麗なひし形だね。そのひし形が落ちないように守ってあげないと。君の耳を守ってあげないと。お気遣いどうも。けど
自分の身は自分で守れるわ。これ私の水晶玉よ。触ってみて。これはどんな形かしら。これは、怪我を負わせた上に鍵を奪うなんて、どうやら教員である私の出番のようね。平和が我らと共にありますように。私の後ろ姿を見ておくんだな。運動の音がうるさいけど、そんなに怒らないで。朝飯前だ。私のことを知らないのかい。今は？ん？空中ショーが見たいっけ？じゃじゃーん。スペシャルマスター。まだなんだ。チャージ時間には銃を持てる。常識だぞ。空中、朝飯前だ。朝飯前だ。私たちの友達がストームに連れ去られてしまったんです。実際心の準備はできているつもりでした。ただ彼女との別れはあまりにも唐突で。最後は服だけがこの世にとどまったのね。はい、1929年のアメリカにいる全てのアルカニスト名簿を調べたところ、彼女たち一家の名前はありませんでした。彼女はグレコの実の娘で、シュナイダーという名はあくまで偽名でした。詳細についてはまだ調査中ですが、彼女は確かに。アルカナムが使えた人間です。ふむ、教えてくれてありがとう。症状の分析に役立つわ。タイムキーパーは2型トラウマと診断されたわ。これが何を意味しているのかわかる？心理学はあまり。彼女はこれまで繰り返し同じトラウマを受けてきたということよ。それでも彼女の行動と認識には何の異常も出ていないわ。私たちが彼女を押さえつけヘルメットをはめようとした時、彼女は冷静にこう言ったの。あなた方の判断に従う、けど決して永遠にではないとね。あれでも脱獄事件の首謀者ですからね。あの程度の犯行はまだ可愛いものだわ。私はずっとタイムキーパーは情緒不安定を治療しているのかと思っていました。ですがまさか押さえつけられてだなんて。ああ、それはあくまで結果論よ。私たちがすべきなのはベルティを気絶させることだから。これは委員会副会長のコンスタンティンが直々に下した命令なの。上層部の命令は全ての合理的判断を掛け合わせて考慮した結論よ。人類の理屈に疑いの余地などないでしょ。もちろんです。私たちの理想はよく似ているわ。だからこそあなたにだけはつい興味深い話を共有したくなるのよね。もちろん
もしあなたが純潔な人間ならもっと良かったんだけど。ベルティの磁場は常に微妙なバランスを保っているわ。彼女はほとんど自ら夢を見ることはないようね。だからこちらも常に夢を切り替えながらこのトラウマの元を探すしかないの。この治療はいつまで続く見込みなのですか？いつまででしょう。新しい命令を受けるまでかしら。つまりこれらは全てタイムキーパーの健康とは何の関係もないのですね。ええ。あなたどうしたの、ソネット？私にも分かりません。先ほどのご無礼をお許しください。ただ少し気分が悪くて、うまく説明はできないのですが、おそらく朝食の何かが当たったのでしょう。具合が悪いのなら早く帰りなさい。無理をしてはダメよ。ありがとうございます。タイムキーパーをよろしく頼みますね。では。紀元前388年、アテネの城内にある花園の小道にとある哲学者学院がそびえ立っておった。そこには36人の人間の思想家たちが君たちと同じようにこのような疑問の答えを探し求めておった。何が知識を受け継がせるのか、何が世界のバランスを保っておるのか。諸君、彼らが我々に残した教えを忘れてはならぬ。伝統、栄光、理性、責任。これらの答えを諸君は生涯に探し求めるであろう。平和が我らと共にありますように。平和が人類と共にありますように。我々は前期の卒業生のうち 45% を聖パブロフ財団の本部に送り、そのうちの一人がその優秀さを高く評価され、教諭員に選ばれた。その他の者も前線の調査員や各国の事務局員、専属の部隊兵など、人類の事業発展に大きく貢献しておる。数千年にわたり我々は数多くの貧困層や収容所から送られてきたアルカニストの子供を引き取り、彼らを模範的人材に育て上げてきた。間もなく諸君も世界の秩序を守る
大黒柱と成長するであろう。そして、演説があまりにも素晴らしかったので、もっと見やすい位置に移動しただけです。エルティ、君は我々が引き取った中でも最年少の児童だ。なんせ入学当初はまだ生まれて1ヶ月余りだったからの。今年で12年目かな。この中で最も特別な生徒として君の考えが聞きたい。どんな質問にも答えてあげよう。どんな質問でもいいのですか？もちろんだよ。話してごらん。校長先生、ストームって何ですか？あとどれくらいで着きますか？何です？監禁部屋まであとどれくらいですか？安心して、もうすぐよ。わかりました。罰として今日の夕食は抜きよ。明日の昼まで迎えは来ないわ。わかりました。どこで聞いたのかは知りませんが、もう二度とそれを口にしないと約束しなさい。約束します。着いたわ。ここよ。ここの環境はあまり良くないわ。以前授業で教えたアルカナムが役に立つでしょう。その授業を真面目に聞いていればの話ですけど。さあお入り。ここでしっかり反省するのよ。次はこんな生ぬるいものでは済まされないわよ。これはミール虫。すごい。伝説によると、シャミールはソロモン王が長年探し求めていた奇跡の生き物だって聞いたわ。どんな職人にも勝る研磨能力を持ち、葉っぱや金属、宝石に彫刻を施し、軽々と宮殿を作り上げたり、巨大な船を破壊したりすることができたって。それが今では子供を罰する道具になるなんてね。いた。少なくとも数百はいそう。でも全部こっちに向かってきてるみたい。確かに先生に虫除けの呪文を教わったけど、シャミールは普通の虫ではなく一種の高等な魔性だわ。
初級のアルカナムではおそらく効かない。それに私は未だに能力が出せないし、もしかして私アルカニストじゃないのかな。集中しなきゃ。きっと何か方法があるはず。窓辺の天井から水が滴っているけど、ここ数日雨は降っていない。地面には薄く泥が散乱しているけど、この範囲から見るに以前閉じ込められたこの靴についていたものとも思えない。滞りなく滴る水は地面をデコボコにする。これは体が小さいシャミールにとっては永遠によじ登ることがかなわない崖だ。彼らの進行速度を緩めて、私たちが術を施すのに十分な時間を与えてくれているけど、それならどうして彼らは私の足元に集まるのかしら。ん？これは。これ、もしかして彼らの餌なのかな。全て仕組まれていたことだったのね。羊毛。ああ、なるほどね。伝説によると、シャミールは羊毛で包んで鉛製の容器に入れて保管するのだとか。ということは、この部屋の壁は。これは彼らにとっては得なんだよね。もちろん私にとってもね。ここはなかなかの条件が揃ってるみたい。彼らが好む食べ物もあるし、彼らが嫌うものもある。そういうことなら対処法が増えたわ。よし、では早速彼らを端に追いやるとしよう。せいぜい私の後ろ姿を見ておくんだな。あなたの心臓の音がうるさいけど。 I know the moon and this is an alien city。 朝飯前だ。問題ありません。私に司令権はないの？刃の空中ショーが見たいっけ。先輩カーレリンとコステールもカーレ体の器用。ラージズトムは銃を持っている。常識だぞ。優しくしてよ。過激な部署に飛ばされるのはか。
背中が痒くて木にこすりつけてたら引っかかって吊るされた人がいたんだ。救助隊に電話したのは私だったこと、今でも気づいてないだろうな。